両洋市は中華人民共和国両年省に位置する地球市。古代より両党における中華帝国の中心であった軍事上の重要都市であり、また信仰の工業都市である。省と信洋から車で1時間の距離にあり、両が大使側に臨む。東は本慶市、南から西は安山市と接する。両洋はかつて城平と称し、 この地方一帯を中国が支配する上での中心地となっていた。戦国時代には、園の両党軍の中心地だった。旗は、両党軍の軍地をここに置き、全館、五館の頃に領土が東へ拡大した時期は、元都軍に属した。404年、高栗が城兵を占領し、両党府と改名した。党が高栗を滅ぼしておいた、安藤と豪府は、 後に所在地を平壌から上平に移している。両代に両洋と改名され、両の服と東京両洋府となった。両の後の金も東京両洋府を服ととしている。この時期東京にいた皇族のカラス禄は、第四代皇帝会両王に反抗する勢力に、擁立され、海、両王を滅ぼし、第五代皇帝、清掃として即位、両洋に白頭などを建設した。元は、 両用行中諸省の知省名は、両党都寺を、それぞれこの地に置いた。アトキンは1622年、両用に選挙したが、両用は、周囲の城壁が長いため守りにくく、また、城内の肝人たちが反乱を起こす恐れがあるため、郊外に、新しい城壁都市デルギ、エ、チェン、ダーギー・ヒーソン、東京城を築いた。3年後無区電に選挙する際に、 木材や石材が無垢電に運び出され、東京城は廃墟になっている。領養は、その後、領養州と解消し、法典を本拠とする政教将軍の管轄下に置いた。日露戦争では1904年8月から9月にかけて領養海戦の戦場となった。隣接する安山の製鉄業が盛んになると、農業や蛍光業の盛んな領養は、 安産に食料などを供給する役割を果たした。ごしかつ区、一研究、市、一県を管轄する。両党省療養市、両寧省療養市、療養船区、両寧省療養市。ありがとうございます。